はい、こんばんは。本日アマゾンで購入したアクションカメラ用の帽子が届きました。これで、ハンドフリーで撮影が可能になりました。で、まあ見た目はこんな感じなんですけど、これですね、1500円で、これを買いました。まあ全部でこれだけです。で、まあここもうこれ多分どれも一緒だと思います。こういう形になってまして、こうここに沿って合わせてちょっと力入れて押すとこうくっつきます。で、撮るときはここちょっとグッと押すね、ここでこう外れます。で、グッとやると取り付けれます。で、アクションカメラをこのようにつけます。慣れですね。つけて、あとはこういう形です。こういう風で取り付けができます。で、これで帽子をかぶればハンドフリーで録画できるんですけど、ちょっと私もこれちょっと最初心配だったんですけど、まあ、これだとどのように撮影できてるかっていうのが最後まで分かんないなぁ思ってました。ただこのちょっとメーカー名はあれですけど、SF430 かな、このなんだろう、 SURFOLA というメーカー、まあ、型式が SF430、 まあちょっと以前で動画で紹介したと思うんですけれど、そのタイプですと Wi-Fi で遠隔操作できます。この iSmart DV っていうやつですかね、 iSmart DV、 これで Wi-Fi で接続がすることができます。まずここの側面の上側のボタンを長押しかな、電源一回切って押しながら電源入れるとつくかな。ここがちょっとね、なんか慣れがいりますね。ピッピッていいですかね。 Wi-Fi オンって出ます。ちょっとここはちょっとあれですね、ちょっと感覚がちょっとよくわかんないですけど、で、その状態で、多分これ皆さん家でやられる場合ですと Wi-Fi が先に家の何 Wi-Fi と多分つながってるんで、そこをちょっと先に切り替えてあげないとつながらないんで、そこはちょっと手間ですけれど、これでアクションカメラをこう選択していただけるとつながりましたってなります。つながりましたなるので、このスマート ID 選択していただいて Wi-Fi オンとすると、このカメラの進みにくいな、このカメラと同じ画像が出ます。これでアングルを合わせていただければもう大丈夫です。で、あとここの録画ボタン、ここを押すと録画スタートになります。今カウントしてますね。ちょっと見にくいですね。
なのでちょっとこれからはアクションカメラを帽子につけて撮影していきたいと思います。よろしくお願いします。